エブクロ会、エブクロ会は、長崎県南松浦郡新上後島町、ソネゴにあるカトリック教会、五島列島の中通り島北部に位置する。1882年に、パリ外国船教会のブレル神父の指導のもとに、建設された木造川ラブキ平屋建ての教会。1948年以降は、約2キロメートル北にある、 中地協会の巡回協会となっているが、実際にミサ等に使用されている木造協会では国内最古のものだった。2007年2月12日、漏電が原因とみられる火災のため全焼。カトリック長崎大使教区は調査、検討の結果、焼け残った一部の建材をそのまま利用して元の位置に復元することを決定、教会内外で募金活動を始めた。 また、新上後島町は、町の有形文化財に指定し、町と長崎県も復元費用を予算に計上した。こうして、準備調査の後、2008年6月に復元工事が始まり、2010年3月に修復は完了して2010年5月9日、高見三名、カトリック長崎大司教師式により落成記念ミサ、落成式が行われた。 2010年9月10日に、長崎県指定文化財指定となった。郵便番号857-4602長崎県、南松浦郡新上五島町、曽根号195のに迫害を逃れて、海を渡った。長崎、五島、潜伏キリシタン移民の子孫が語り継ぐ差別、戦争、信仰の記憶長崎市の大浦天主堂や五島市の旧五輪教会の方が、 建築年は古いが、どちらも新聖堂が隣接して建てられたため、現在は、ミサは行われていない。絵袋協会が復元新紙後登場公式サイト2010年5月11日、長崎県の文化財。ありがとうございます。